私立探偵、スチュワートベリーサンセット77は、1958年から1964年にかけて、アメリカ ABC にて放映された、テレビシリーズ、ワーナーブラザーステレビジョン制作。当時ワーナーブラザースは、テレビ映画の私立探偵ものでこの、サンセット77の他に、サーフサイド6、ハワイアンアイ。 バーボンストリートのシリーズを制作して、シリーズ探偵四部作とも呼ばれたが、最も長い人気だったのはこの作品である。シリーズ探偵、ジェフ・スペンサー,クーキー・ロサンゼルスのサンセット大通り77番地に事務所を構える、シリーズ探偵事務所。ここを本拠とする二人のシリーズ探偵、スチュワート・ベーリーとジェフ・スペンサーが毎回ン事件に挑む、というのが、作品のプロットである。 作風は、ピンキーサスペンスと宣伝され、金髪の女性が毎回出演して、私立探偵と恋のさや当てをしたりしながら展開する。第3シーズンには最初は駐車場係であった、クーキーが、私立探偵となり、そこへ、レックス・ランドルフが加わったりしている。なお最終第6シーズンになると、エフレム・ジン・バリスト・ジュニア以外はすべて降板して、 ベイリー探偵だけの物語となり、放送を終了している。また、この番組の魅力は、主題歌で、マック・デイビッド、ジェリー・リビングストン作曲の主題歌はアメリカは、もちろん、日本でもヒットした。そしてドラマの中で、クラブで歌手が歌う場面が時々あり、主演のロジャースミスがギターを持って歌う場面もあれば、ピーター・ポールマリーが歌っている場面もあった。アメリカでは、 1958年10月から6シーズン全206話が制作され、ABC ネットワークにて放送されていた。当初は毎週金曜夜9時半から放送されていたが、後に夜9時に移り、1963年9月以降、最終回までは夜7時半からの放送となった。日本では1960年10月から1963年4月まで、 KRT の日曜夜8時から放送されて、途中ナイターシーズンは休止であった。1963年10月から放送時間帯が夜10時からに繰り下げとなり、ナイターシーズンは夜10時半からで休止期間はなくなった。そして1966年10月からナイターシーズンが終わってからも、そのまま夜10時半からの放送となり、 1968年3月の放送終了まで、第5シーズンまでの186話が放映されている。その後は、この時間帯は、同じエフレムジン・バリスト・ジュニア主演の財布 b i が放送されている。ドラマをゴンジライサンセット77。ありがとうございます。